こんにちは、アトリエモノエルチャンネルです。今日ご案内するのは私、営業の伊田とコーディネーターの宮川です。この2人で、ご案内していきますので、よろしくお願いします。で、今日ご案内するのは今人気の平屋、モニカというタイプの建物ですね。見どころたくさんありますので、じっくり見ていきましょう。バリの感じですね。かっこいいですね。ネイビーと、かっこいいですね。はい、では入っていきます。失礼します。玄関入って右手にこういう感じでたっぷり収納ありますね。で、こっち入っていただいて、左に行くと、1畳分ぐらいですけど、土間の収納があります。こちら、開けてみたいと思います。はい、こちら洗面になってます。ちょうど1坪分ですね、洗面脱衣が。浴は浴室、こちらも1坪分になります。で、玄関入ってきていただいて、まず扉があるんですけど、開けていただくと、こっち側が LDK リビングですね。で、こっち側がプライベートのお部屋っていう形で分かれています。はい、これがまあモニカの特徴ですね。で、ここがあのさっきの洗面のところですね。では LDK から行ってみますか。はい、こっち来ていただいて、ここがリビング、ダイニング、キッチン、LDK 18畳ありますね、ここで。モニカの特徴として平屋なんですけども、吹き抜けがあるんですよね、こういう形で。なので結構天井も高くて開放感がある作りになってますね。ねえ、宮川さん。はい、すごくゆったりと表しの針もいいですし。そうですね、これやっぱり人気ですよね、この表しの針、皆さんいいね。平屋だけどすごく広い感じがしていいかなと思います。はい、ここは結構床割れですね、落ち着いた色になって。かっこいいんです。そうですよね、針も同じような色になってますね。かなりかっこいい、落ち着いた感じの、大人な感じの仕上がりになってます。照明もね、かっこいい感じになってますので、これとかいいですね、ダイニング照明の数結構多いですね、ここね。そうですね、スポットを多用してますけども、壁にこれね、リモコンとかスイッチのところを照らしているようなブラケット照明とダイニングの照明とスポットとっていう感じで、割と照明は多めになっております。これ今昼間ですけど、夜も雰囲気多分いいですよね。すごくいいと思います。この落ち着いたブラウンの空間、この電球色の照明がすごくいい雰囲気になると思います。照明はシェーディングがないんですけど、スポットライトだけで明るさ的には大丈夫かなって思いますよね。はい、大丈夫なんです。大丈夫なんですか。大丈夫なんです。本当ですか。あのシーリングライトだと、一番明かり確実に取れるかなと思うんですけど、やっぱりちょっとこういうお家だと雰囲気的にもったいないかなっていうのもありますし、でスポットライト、ここは灯数多くつけてます。特に夜皆さん心配されるんですけど、こうやって6灯とかリビングのついてれば十分夜も明かりが取れます。カーテン、そう、カーテンね、ちょっと青みの入った色なんですけど、ちょっとかっこいいめの、かっこいいめの、はい、カーテンになります。白じゃないレースもよりおしゃれかと思います。ちょっとグレーがかった。あ、本当だ。もうね、織りの感じも素敵ですね。これ朝ではないんですけど、朝っぽい雰囲気があるレースなんですけど、これがまた素敵かなと。すごいキッチン広いなって言ってたんですけど、ね、ゆったり、あの2人とかで立つこともできるかなと思いますし、広いです。こういう背面の収納は標準ではついてないんですけれども、今回のアセッサンは、キッチンと合わせて相当の壁面の収納を作業されています。いいですね、いっぱい入ってね。いいですよね。あ、ここにたくさん入ってる。これだけ
であれば、このもともとキッチンのこっちの収納もたくさんありますし、こっちでもね、たくさん、はい、手配面もこれだけあれば、かなりのものが収納できるかなと思います。これあれですよね、よいしょよいしょよいしょ、あー、ここまで出るんだ、すごい、おー、ここまで出るといいですね、便利ですね。これは、あ、ゴミ箱です。いいですね、できてね、ゴミ箱ね、うん、できれば見えない、うん、ようにしておきたい。ああ、で、まあ、あのタイヤが付いて引き出せるので、はい、すっきりします ね、 そう、うん、便利かなと思いますし、で、ここに冷蔵庫を置かれる予定 で、はい、でその隣がここにパントリー、あ、パントリーあります、はい、ね、ナイスですね、ナイスですね。まあ、可動棚で、内部は作ってありますが、まあ、やっぱり食材の動かせるやつですか。そうですね、ああ、好きなところに動かしていただけます。食材のストックだったりとか、そういうのを置くにはやっぱあるとすごく便利かなと思いますので、ここまでの床の、はい、塗装したいので、これあのちょっと石かなとか、うん、タイルかなってなると思うんですけど、うんうん、実はこれクッションフロアです。今こんな柄のがあるんですね。そう、クッションフロアも今いろんな柄がありまして、結構これあの皆さんに人気で、うん、キッチンとか洗面とかで採用される方多いんですけど、ちょっとこのコンクリクラックの入った感じがおしゃれなんですが、水回り、あ、キッチンのそうですね、そうですね、水回り、水落ちてもそういう心配がないので、はい、でいろんな柄もあるので、ね、うん、選ぶ楽しみ です。まあ、ここもこういう造作で棚を一段つけてありますけど、小物を飾ったりとかするにはいいかなと。それは、まあ、その油が跳ねるのが欲しい、はい、あ、こっちから対面だと油が飛んであるので、はい、それをガードするんですね。ちょっとあるので、うんうん、でこのお宅はここに勝手口があるんですね。勝手口、なんと外に繋がってます。勝手口ですか、ね、財布口なので鍵閉めたままでも風入れられますし、こうやって開けるんですよね、はい、あ、こうあればね、換気もできて、はい、できて、結構夏場とかね、暑いって言いますもんね、揚げ物とかしてるとね、そういう時いいですね。ここの開き出し窓リビングですね、ここを出るとだいたい普通の家はウッドデッキがついてるんですけども、ここのお客さんはウッドデッキじゃなくてサンルームが欲しいっていうことで、結構広めのサンルームがついています。2つも分、4畳分ですね。で、まあ、なんか共働きの方だと洗濯物を外に干すのが不安で、ただ部屋干しだとやっぱりなかなか乾きづらいとか匂いの問題とかもあるので、そういった方とかはやっぱりあるとすごく便利ですよね。こっちも網戸にすれば風入りますしね。あ、そうなんですよ、はい、こういう感じでね、開きますので網戸にすると涼しい風入ってきますし、まあ、ここからそのまま外に出ることもできますしね、はい、これは何だ、これは何だ、何だ、これは薪ではなく、ではなくペレットストーブですね。おこれペレットストーブ、これが噂の、はい、これなかなか本当薪ストーブね、見た目薪ストーブみたいに見えますけども、実はペレットストーブって、ペレットって何ですか。そうなんですよ、その質問よく来たときます。これですね、ペレットっていう燃料なんですよね。木の粉とかおがくずとかをギュッと固めたものですね。これを燃料にして、ここに投入口があるんですけども、はい、ここにザーッとこのペレットを入れて、そうするとここのボタンをポチッて押すと、ペレットがここに流れてきてですね、自動で燃えてくれるっていうすごく便利な、自動なんですね。そう、自動なんですよ。で、温かいあの空気っていうのがここから出てきますね。で、ここで燃えてる炎が見えるっていうことで、本当買ってきて入れるだけで済むっていうので、すごい、まあ、今結構人気ですよね、はい、この機種の場合は、ここの天板もあったかくなるので、この上に夜間とか置くと温めることもできます、うん、はい、で、このまあペレットの燃料っていうのがいるんですけども、これがどういうのに入っているかというとですね、実はこっちから、あ、そんなところに、こんなところに扉があるんですよ。どこに行くんでしょうね。ここにを、玄関から入って左側の土間のところにつながってますね。なるほど。
そう、先ほどの。で、ここに実は燃料が置いてあります。こういった感じで肥料袋みたいなのに入っているんですけども、ホームセンターとか言ってますね。で、お客さんはまあここにあのペレットを買って積んでおいて、で、それをすぐこっちに持ってこれるようにということで、はい、そんな動線も意識しながらここに入り口を玄関から入ってきたところに持ってきましたね。はい、ナイス。